ノーザンブールバード駅は、クイーンズ区、ウッドサイド地区のノーザンブールバードとブロードウェイの交差点にある、ニューヨーク市地下鉄、IND クイーンズブールバード線の駅である。E 系統が、深夜帯のみ、M 系統が平日、R 系統が、深夜帯を除く終日停車する。当路線は初めて IND が建設した路線の一つであった。この際に、 公共事業局が建設に2500万ドル出資した。1933年8月19日、道路線がジャクソンハイズ、ルーズベルトアベニュー駅から50丁目駅まで開通した際に東駅は開業した。2015から2019年の投資計画で、東駅は他のニューヨーク市地下鉄の駅と共に改装工事が行われる予定であった。 工事の際は、最大6ヶ月間営業を休止して、USB ステーション、地図、新型照明の設置や、各部の改修を行う予定であったが、その後の計画変更に伴う、資金不足が生じたため、2020から2024年の投資計画まで延期された。ノーザンブールバードの南側海岸あたり駅は、相対式ホーム2面2線の構造である。真下を通る、 急行線は駅から見ることができない。東から来た急行線は当駅の手前で観光線の元に潜った。あと、南へ曲がりノーザンブールバードの下へ行く。ホームにはエヌブルルバールというタイルがある。駅の南側には上下線を結ぶ片当たり線があったが2019年に撤去された。また、北港ホーム生誕に非常出口がある。改札は各ホーム生にあり。 出口は、ノーザンブールバードとブロードウェイ交差点にある。改札は、ホーム横にあり、南広報部側のみ、終日駅員が配置されているが、ホーム間の改札内連絡通路は設けられていない。改札横に一箇所ずつ地上への階段がある。両ホーム東端の出口は現在は、立ち入り禁止になっている。INT 方式で、ゴシックスス,ストリートと、左矢印の看板が、 駅名表の下にあるウィキメディアコモンズにはノーザンブールバード駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。